知ってるか？グラマパラのことか。うん、そうだな。何日か前に晩ご飯を食べてた時、彼らのうちの一人が道端でキノコや木の根を食べるとか言い出すのを見たがね。もちろん軽い気持ちで口に入れていいものじゃない。他に何かなかったか？他はもうないと思う。すまないね。村で失踪した学者たちを見なかったか？わあ、なんて迫力のある目力。あなた、とっても喧嘩が強い系の人でしょう。話をそらすな。そうだったね。グラマー、いや、教学者か。最後にあの人たちを見たのは5日くらい前だったかも。私、寝るのが早くて夜のことはほとんど知らないんだよね。でもあの人たちのことは結構好きだよ。精神状態はちょっと変かもしれないけど、前に助けてくれたことがあるから。あの人たちがいなかったら私の家も崩れてたかもしれない。お前もおじいちゃんたちがいい人だって考えてるのか？おじいちゃん？あれ、伊沢ちゃんじゃん。それって亡くなったおじいちゃんによく似てるあのお年寄りのことだよね。実は家を守ってくれたのその人なんだ。この目でちゃんと見てたから間違いないよ。あの日、私ん家の近くにあの人がいて、地面を触りながら何かをしてた。今思い返してみても本当不思議だな。誰かにああいうのを教わったのかな。何はともあれ、ずっとあの人や他の人たちの心の中で他人を守るようにって教えてきた人に感謝してる。だってもし私があんな風におかしくなったとしても、きっとああはできないから。そっか、教えてくれてありがとう。エルマイト旅団に入って素敵な生活を送ろう。ありがとうございます。本当にすみません。ジェファーリおじさん、俺のおじいちゃん見なかった？村でずっとぼーっとしてた人なんだけど。お、イザークか。お前のじいちゃんは、そういや長いこと見てないな。前は道端でぼーっとしてるのをよく見たんだ。嫁からは止められてたが、俺の作った料理を食べてみないかって誘ったこともある。わかるだろ、あいつらを怖がる人も少なくない。俺の嫁もそうだ。っていうか、まあ俺の嫁はいつも俺に解消なしって文句を言ってくるんだ。だから俺が何をしたって気に障るのかもな。気にかけてくれてありがとう。ははなんてことないさ。じいちゃんを探してるのか？まさかどっか行っちまったのか？うん。おいおい、なんてこった。もし見つかったら今度は一緒にうちに来いな。また料理を作ってやるから。俺はお前が幼い頃からずっと面倒を見てきたんだ。ここまで来たら半分家族みたいなもんさ。遠慮はするな。いい人だな。ありがとう、ジェバーリおじさん。今は話すな。イザーク、ちょっとここにいてくれ。俺たちはあっちだ。足音を立てるなよ。
いつらが何の話をしているのか聞こう。聞いたか？俺たちの信じる偉大なる主、キングデジェルト様がもうすぐ復活するらしい。もちろんさ、キングデジェルト様はこの土地の主だ。俺は一回も他の神なんかを信用したことはないね。だが、もうすぐ復活するとは聞くが、暮らしには何の変化もない。何か根拠でもあるのか？あんた気づいてないのか？村に送られてきた狂人が普段よりも多かっただろう。デリワーから聞いたんだけどな、キングデシェルト文明が崩壊する直前、地上には狂気に陥った人々が大勢現れたらしい。理由はわからないが、狂気はいつもキングデシェルト様と関係があった。あの狂った学者たちがいなくなったのも、もしかしたらキングデシェルト様と関連してるんじゃないか。俺が思うに、あいつらはキングデシェルト様復活の生贄になったに違いない。そう言われると確かにそんな感じがしてきたな。そりゃつまり俺たちもいい暮らしができるようになるってことか。当たり前よ。今に見てろよ、シティの奴ら。今の話最初から詳しく教えてもらおうか。ウギ、誰だ？どこから現れた？聞こえなかったか？俺はさほど辛抱強くないのに。おい、こいつめちゃくちゃ怖いぞ。いつでも俺たちをやれるみたいなオーラだ。こいつと言えるのはよそ、勝てるはずがない。すいません、その何を聞きたいので？キングデシェレトの復活、これはどういうことだ？そのこっちも人から聞いた話ですけど、ある日酒を飲んでたら誰かがこういう噂を流してたんです。狂人は消え、キングデシェレトが復活し、再びこの地に君臨する。別に作り話じゃないっすよ。早く全部言えって。本当に本当なんですって。砂漠の民は前から狂霊院の奴らにはうんざりしてるんす。狂った奴らをこっちに送ってくるでしょ。俺たちだっていい暮らしができないし。もしあんただったらこんな生活を受け入れられます？過激派はこのこと聞いて俺よりも喜んでましたよ。みんなキングデシェルト様が早く帰ってくることを願ってます。デリワーはキングデシェルト様が復活すれば防災壁の方の土地が攻め落とされるのも時間の問題だって言ってました。キングデシェルト様の下で先行を立てようとみんなやる気満々っす。そうか。おい、まだ聞きたいみたいだぞ。もっと言った方がいい。おう、実は俺も酒の席の話なんか信じられないと思ってたんすよ。でも最近ここに来てた驚愕者が大勢失踪したでしょ。噂と完全に一致するんですよ。俺がその噂について話してたからって手を出すのはおかしいっしょ。だってそれじゃこの地にいる人間はみんな有罪ってことになります。みんな俺と同罪だ。ここの人はみんなキングデシェルトを支持してて送信を嫌ってるのか。お前の言った過激派の者はどこにいる？ここ数日は見てませんけど、多分村にはいないと思いますよ。なあ、あんたは見たか？いや、俺たちは嘘なんかついたことがない。本当にここにはいないんだ。聞いたところ過激派はお前たちとあまり仲が深いわけではないようだな。もちろん名前を知ってるってだけだ。いいか、お前らの口を閉ざす方法ならたくさんある。無論垂れ込みをさせないようにする力もな。おとなしく家に戻り、また互いに連絡を取ろうなどとは決して考えるなよ。この件の調査が完全に終わるまでは軽率な行動を取るな。さもなければキャンディスですらお前たちを守れないだろう。わかりました。しかと心に刻んときます。さっきはびっくりしたぞ。セノってすっごく怖いんだな。
れてるぞ。いろんな人に言われてきたんじゃないか？聞こえてるぞ。ごめん。マハマトラの仕事と責務とはこういうものだ。さっきの噂は手がかりの一つになるだろう。だがまだ多くの場所に行く必要がある。いいだろう。おーい、イザーク。うん、いるよ。お前の祖父の家はどこだ？俺が案内するよ。みんなついてきて。おじいちゃんはいつも一人で、たまにぼーっと空を見てたり指で地面をいじったりしてたんだ。たまに大声で叫び出したりするから、みんなおじいちゃんを怖がってた。でも俺はいい人だって知ってる。俺の本当のおじいちゃんみたいな存在なんだ。おじいちゃんが普段住んでる場所だよ。なんか寂しい場所だな。いや、お香？あ、もしかしてあの匂いか？大丈夫か？頭がクラクラしてないか？具合はどうなんだ？俺にすらわからない匂いがわかるのか？これと同じようなお香の匂いを嗅いで、こいつを気絶したんだ。その後、ティナリに助けられて、長い特訓をしたんだけど。お前たちはティナリを知ってるのか？え？お前も知ってるのか？友達か？ああ。精神を集中させると、確かに香の匂いがするな。もしかして、お前もティナリのところで特訓したのか？いや、その必要はない。前にティナリの家でこの匂いを嗅いだのか？森、学者。かすかな痕跡だ。砂でほとんど隠れているが、足跡だよ。おそらく成人男性の足跡だろう。この模様、この辺りでよく見かける靴のようだ。ということは村人だな。匂いもとても薄くなっているが、まだ残ってる。
この足跡は外に向かってるな。でも、一体誰がおじいちゃんを探してるの？友達はいなかったと思うんだけど。それは、香を使ってお前の祖父を誘い出した者に直接聞くしかないだろう。え？匂いなんかで人を連れ出せるのか？美味しい食べ物が好きで何が悪いんだよ！みんな自分の好きなものがあるだろ！ああ。そして学者はほとんどが香の匂いを好む。噂では、こういう香りは心を落ち着かせ、知識の探求を助けてくれるらしい。この匂いに釣られたということは、たとえ狂気に陥っていてもなお、知識を探求していた歳月を懐かしむくらいはできるんだろう。おじいちゃん。そんな弱点を利用するなんて。でも、こんなことして犯人にどんなメリットがあるんだよ。噂は本当だったってことか？狂った人をわざわざ連れて行くなんて。あの過激派と何か関係があったりしてな。可能性は少なくないだろう。おじいちゃんを助けて。悪いことなんて絶対してないんだ。お願いだから助けてあげて。こうなったら連れ戻しに行こうぜ。安心しろ、イザーク。悪い奴らはオイラたちがやっつけるからな。まずはアール村に戻って関係する奴らに報告してやってから人探しに行こう。濃い服の方が綺麗です。私も欲しいですね。戻ってきたぞ、キャンディス。新しい報告があるんだ。お帰りなさい。あんたらもう仲良くなったのかよ。デシアもいたのか。それで順調なのか？ああ。アルハイゼンは一緒じゃないのか？オイラたちも全然見かけなかったぞ。うん、村の入り口であいつを見たから、てっきりあんたたちと一緒に行動してるもんだと。まさか単独で調査してるのか？それで収穫はあったのですか？なるほど。誰かがあるお香を使ってアール村に追放されていた学者を連れ去った。キング・デシレドの復活？そんなこと私は聞いたこともないけど。あんたたちが言ったお香だが、私が知る限りあれは防砂壁の向こう側だけで流行してるやつだ。お香は普通学者の愛用品なんだが、この近くにまともな学者なんてほとんどいないからな。いい値段じゃ売れないのさ。しかもお香はすごく綿密な製法じゃないと作れない。難しくて大変なのに儲からないような仕事、砂漠じゃ誰もやらねえよ。だからこの件はきっと防砂壁の内部からの指示を得てるんだと思うぜ。理にかなっているな。じゃあオイラたちはどうすればいいんだ？教練院の近くに行って手がかりを探すか？いつもならそういう展開になるかもしれないが、今日は私がいる。あんたたち得したな。さっきこの情報をあんたたちに告げたやつは酒場でその噂を聞いたんだって言ったな。実は私も酒場で飲むのが好きで、
過激派についてはまあまあ知ってるんだ。確か過激派の代表はデリワーっていうやつだ。丸めの肉屋エンギル、アバタズラの大豪頭デリワー、そしてヒゲのシャムシールジェバーリ、結構有名なやつらさ。こいつらの特徴はみんな金に困ってるってとこだ。暮らしがうまくいってねえやつほどキングデシレトを信仰する。やつらにとってキングデシレト復活は教令院を転覆できる唯一の機会なのさ。スメールをめちゃくちゃにすることでしかここの生活を根本的に変えることはできない。やつらはそうやって考えたから過激派になったんだろ。デシアってすごいな。ここの顔役みたいだ。傭兵の仕事をやっていく上で情報収集は必要不可欠なのさ。酒に費やした金は少しも無駄になってないぜ。なら早速。おっと、待て。セノ、あんたはアール村に残れ。なぜ？アール村は小さな村だからな。外から来た者はすごく目立つ。すでに、あんたらに関する噂が広まってるんだ。砂漠は環境が劣悪で、生活も厳しい。防砂壁の向こう側なんかとは比べ物にならない。そういうところで何かしたいときは人脈に頼らざるを得ないだろ。あんたに比べれば私みたいな傭兵は三流の一兵卒に過ぎないし、戦闘力なんて取るに足らない。だけどこれは時に信頼を得やすいってメリットにもなる。人々に話を聞くとき、あんたがいちゃいろいろと説明しにくい場面が出てくるんだ。わかった。よし、なら決まりだな。旅人とパイモンは、私と一緒にキャラバン宿駅に来てくれ。一刻も早く、驚愕者たちの行方を突き止めよう。セノは村に残って、調査を進めてくれ。うん、行こうぜ。ディッシャーはとても治療に富んでいますから、彼女の言ったことには何かしらの理由があるのでしょう。これも全て問題解決のため。セノさん、あまりお気になさらないでくださいね。ああ、気にしてない。あら、ずっと遠くを見ているようでしたので、てっきりディッシャーの言葉を思い出しているのかと思いました。いや、違う。俺はもともとこういう目で見られることは多いんだ。力を恐れるのは至って普通のことだ。気にする必要はない。すでによく知ってるみたいだな。いつも防砂壁を見るたびに、なんでこの世にこんな高い壁があるんだろうって思うんだ。なんだか現実的じゃないみたいな。そうだな。
私も小さい頃はここを通るたびにあんたと同じ疑問を抱いてたよ。この高い壁は何のために存在してるのか。そもそも風車なんか本当に壁で防げるもんなのか。大人になってから分かったんだ。防災壁は風車だけじゃなくて私たちみたいなものも阻んでるってことに。スメールは偉大なる賢者たちによって掌握されてる。あいつらにとって砂漠の民なんかはどうでもいい存在で、必要な時にだけいればいい道具に過ぎないのさ。安い労働力、使い勝手のいい家畜、ただそれだけだ。砂漠の子供はたとえアーカーシャ端末を手に入れ知識申請を出しても、そのほとんどが拒絶される。教練員からしたら私たちには資格がないんだろう。セタレみてえな100年に一人の天才は別として、普通の子供には全くチャンスがない。たとえ私たちも同じ人間だと奴らが本心では知っていてもな。そんな、できることならこの手でこの壁をぶち壊したいぜ。おいディシア、お前怖いことをしようとかって考えてないよな。いや別に思ってないが、ただここを通ったからそれについて話しただけだ。私たちはここで情報を探りに来たんじゃないか。そうだな、あいつらを捕まえに。キャラバン宿駅には人が多い。発言には気をつけろ。私たちの目的を知られちゃダメだ。ここに着いた瞬間から行動が始まったと思え。さあまずは酒場に行こう。私の知り合いがいるかもしれない。あいにく、あいつらはいないみたいだな。え、いないのか？リシアか？奇遇だな。お前も酒を飲みに来たのか？ザキ、よかった。やっとよく知ってる顔に会えたぜ。あ、どうかしたのか？お、隣にいる二人は外国から来たお客さんかい？あ、どうも、俺はザキだ。ディシアの主友って言うべきか？何回か一緒に酒を飲んだことがあるんだ。よく知ってる友人さ。礼儀正しい奴らだろ。こんなに友好的で謙虚な異教人は滅多に見かけないはずだ。そうだな、防災壁の向こう側の奴らよりよほど好感が持てるよ。それでディシアは人探しでもしてるのか？近頃エンギルとデリワーとジェバーリを見かけなかったか？ああ見かけたよ。数日前ここで一緒に酒を飲んだばかりさ。実は他国との交流取引が手元にあってな、デリワーたちに手伝ってほしいんだ。どこにいるか知ってるか？そうだったのか。まったくお前はよく考えてるな。デリワーが最近金に困ってるから助けてやろうってことだろ。これはあんまり大きな声じゃ言えねえ取引なんだ。みんなキャラバン宿駅で一緒にやってる仲間なんだし、稼げる時は一緒にやるべきだろ。レリワーたちは体つきもいいし、貨物の護送にはぴったりだからな。ありがとなディシア。レリワーは俺の友達でもある。そんないい話があるなら早くあいつのところに連れて行ってやらないとな。ほら、ついてきてくれ。
たのか？ああ、ここだ。でも誰もいないみたいだが。あいつら、こんなところで何してるんだ？聞くまでもないさ。それはもちろんお前たちのようなカモを待ってたのさ。しまった、待ち伏せだ。ザキ、どういうことだ。おいおい、勘弁してくれよティシア。お前のアール村での言葉が俺たちの耳に届いてないとでも思ったのか？俺たちの仲間はこの異教人が村に入った時から情報を探ってたんだよ。お前がデリュアを探してることも、お前の仲間に教霊院のやつがいることも、お前たちが失踪した驚愕者を調べてることも全部知ってるぜ。どうやら私たちは最初から目をつけられてたみたいだな。そんな、こんなことになるならセノを村に残すんじゃなかった。お前ら一番強いやつを村に残したんだろ。今時商売を出しにして情報調査だなんて、自分が賢いとでも思ってんのか。するとあんたはデリュアーの一味ってことか。ディシア、お前みたいな傭兵は外で仕事することもあるから情報を逃すのも無理はない。俺たちのようにいつも酒場にいる連中はお前が思ってる以上に団結してるのさ。ま、お前も一つだけ正しいことを言ってたな。俺たちは確かにスメールがめちゃくちゃになるのを望んでるんだ。何しろ俺たちは誰よりも砂漠の民と教霊院の立場が逆転することを願ってるんだからな。デリュアーへの印象からして、あいつはきっとこの大きなチャンスを見逃すつもりはないだろうな。正直、もしお前が村でやってたことを知らずに、さっきの防災壁に対する言葉だけを聞いてたら、俺もお前が同志だと信じるところだったぜ。デリュアー、それにエンギル、あんたもいたのか。久しぶりだな、傭兵の姉ちゃん。知ってるはずだ。俺たちキングデシェレト様の支持者は誰よりも裏切り者を嫌う。ディシア、お前は砂漠の民だからキングデシェレト様が宗神より優れていることを知ってると思ったんだがな。それがまさか俺たちに加わる資格さえなかったとは。あんたたちに加わって何のメリットがある。過激派になって関係もない学者をさらうことに加担しろってか。しかも噂がまだ全く実証されていない段階で。やはり傭兵は信仰心など持ち合わせていないらしい。ただ金で動くだけか。かわいそうに、ネズミと同じだな。ああ、確かに傭兵は金しか見ない。雇い主こそ私が唯一信仰するものだ。利益をくれるなら誰だって私の友人になれるぜ。たわごと。やっちまえ。思ってた通りだったな。旅人、行くぜ。相手の乱行フラッグ。お前がどうして。自分が情報通だとでも思ってたのか、ザキ。さっきこう言ってたよな。傭兵は外で仕事をする時もあるから情報を見逃すのも無理はない。きっとあんたに情報を告げたやつは私のことを取るに足らない雑魚だとでも言ったんだろう。
何せそいつが聞いた話は実際に私の口から出たものだからな。もちろんあんたはそれを信じる。ほとんど酒場にしかいないあんたたちは私が傭兵であることしか知らず、実際に現場にいる姿は見たことがない。たとえ私たちが魔物大使に言った話を聞いても、きっと主な功績者はキャンディスで、他のものはお飾りだとでも思ってたんだろ。何が狩猟の獅子だ、そんなのハッタリに決まってる。あいつは自分の口で認めたんだ。あれは他のやつに近づくための決まり文句だってな。大方こんな感じか。村に俺たちの仲間がいることを知ってて、わざと偽の情報を流したのか。相変わらず頭が悪いな、ザキ。前に酒を飲んだ時にも思ったが、あんたらみたいに自分を賢いと思ってるやつが一番かわいそうさ。よし、これで揃ったな。おお、ディシア、お前はアール村にいた時からこのために準備してたのか。準備なしで終わる仕事なんかないさ。私はただあんたたちが外で調査してる間、怪しげな二人を偶然見かけただけだ。でもそいつらを捕まえるんじゃなく、情報を流すために利用するなんて。情報を流した二人はあくまでも手下に過ぎない。首謀者を暴くには長い糸を張り巡らす必要がある。村長の家で言ったすごい迫力の名前のことか。確か丸めの肉屋にアバタズラの大豪と。あれは全部酒場で聞いた冗談さ。こいつら酒を飲むときはいつも自慢話をしてるんだ。だから自称丸めの肉屋エンギルに、自称アバタズラの大豪とデリワと言った方が正しいな。人には酔い始めると本音を喋るタイプがいる。エンギルとデリワーはいつもキングデシェレトが優れてるみてえなことを口にしてたのさ。ザキはどうなんだ。自分から釣られたただのバカだよ。ザキは奴らの中でも一番見つかりにくい位置にいたんだ。元の計画では先にデリワーを見つけてからザキを探す予定だった。さっき村長の家で聞きたかったのはこれか。ジェバーリはあんたたちが声をかけた村人の一人。イザークとその祖父に料理を作るって言ってたやつだよ。あいつも過激派だったのか。いや、あいつは違う。わざと間違った名前を出して私が過去の印象から推測しているに過ぎないってあいつらに誤解させようとしたんだ。ディシアって本当にいろんな手段を持ってるんだな。さすが凄腕の傭兵だ。ちょっとしたコツに過ぎないさ。それで言ってたことは全部本当なのか。ん？どれのことだ。傭兵はお金しか見てなくて、利益さえあれば友達になれるって。気になるのか。どうして、リシアも他の砂漠の民みたいに送信が嫌いなのか。あんたたちは本当に鋭いな。だが私は何も他の砂漠の民のように送信を嫌っているわけじゃない。私はドニアザードお嬢様からクラクサナリデビについていろいろといい話を聞いてる。お嬢様の敬虔な感謝の気持ちを私はこの目で見てきた。お嬢様はただの一般人に過ぎない。そんな一般人のために何度も行動するなんて、本当に人を愛する心がなくちゃできないだろうさ。それに最近起こってるいろんなことを見て、全ての元凶は教令院の賢者だと思うようになった。過激派がキングデシレトを盲信して送信を敵視するのだって
単に惑わされてるだけだろ。あいつらのように悪さを何もしてない奴に矛先を向けるようなことはできない。私はまだ正気だからな。ディシア。さて、ここでの件はこれで終わりだ。旅人、ちょっと手を貸してくれるか？こいつらを縛って村まで連れて行こう。襲ってきた連中はこれで全部だ。あとはあんたに任せるぜ。わかりました。終わり次第お伝えいたします。キャンディス、手伝いはいるか？キャンディスなら問題ないさ。信じて待てばいい。それにこいつは長年アール村を守ってきたんだ。犯人を尋問するのにこれほどふさわしい奴はいねえよ。私が結論を得るまで皆さんはどうぞ近くでお暇つぶしだも。旅人、明日の朝またここで集合しよう。こいつら明日まで生きてられるといいんだがな。私の質問聞こえたかしら？ギャキャンディスはこういう奴らの扱いがうまいんだ。いい知らせを期待しようぜ。私の質問聞こえたかしら？ギャもう時間ぴったりだな。もうじき終わるはずだ。前から聞きたかったんだけど、リシアってキャンディスをよく知ってるよな。昔からの友達なのか？だいぶ長い付き合いだ。キャンディスはすごく面白いやつで、戦闘にも長けてる。強大な力を持ってはいるが、他者をたばかるような真似は決してしない。オイラ知ってるぜ。こういうのリーウェイでは五徳があるって言うんだ。ああ、確かにそうとも言えるな。強い信念があるからこそキャンディスみたいなひたむきに責務を貫くやつになれるんだろう。毎日をただ生きてるだけの私たち傭兵とは全く違う。オイラはディシアもいいと思うぞ。そうか、ありがとな。セノもいたのか。ずいぶん早いな。ああ、昨日も来てちょっと手伝ったんだ。手伝い？何をやったんだ？拷問の手法を少しばかり共有した。それってキャンディスにどうやって拷問するか教えたってことか？そうだ。皆さん、お入りください。部屋に入ろう。
隠しきれていませんでしたか？知ってるか？殺意ってのは目を隠しても口元から漏れ出すものなんだぜ。私もまだまだ修行が足りませんね。しかし私が怒るのも当然のことです。皆さんなら分かってくださいますよね？分かってる。もうぶたないでくれ。死んじまう。セノの教えが良かったみたいだな。自分は死を恐れるのに平気で他人を危ない状況にさらしたというのですか？滑稽ですね。あなたたちの言う驚愕者はアール村ではグラマパラと呼ばれています。彼らはアール村の一部であり、家族のように思っている者もいる。その重要な村人をあなたたちは道具として利用した。私はあなたたちをどうすればいいのかしら。おやめください。どうかご慈悲を。自業自得だな。同じ砂漠の民ではありますが、私はあなたたちよりもこの道理を知っています。キングデシェレトの復活は戦争をもたらすのみであると。戦争を好む者など誰もいません。本当の神が誰で、全てを仕切っているのが誰か、そんなことここに住む者たちは気にしていません。たとえ辛くとも苦しくとも、私たちは今の生活を維持したいと思っているだけ。戦争は人々から全てを奪い去ります。そしてそれは到底背負いきれない責任となってあなたたちに覆いかぶさる。ええ、わかりました。申し訳ございません。知っていることを全て話します。どうかお許しを。言いなさい。信じていただけないかもしれませんが、それでも言わせてください。俺たちは決して自発的にこれをやろうとしたわけじゃありません。酒場で噂を流し、キングデシェルト様が復活することを俺たちに告げた者が確かにいたんです。その謎の人物は驚愕者がキングデシェレット様復活の最適な生贄であると言いました。彼らの命を使えば我々の願いが実現できると。彼らのことはグラマパラと呼べ。二度と間違った呼び名を聞かせるな。はい。その謎の人物は俺たちにキングデシェレット様復活の知らせを流し、手伝うよう言ってきたんです。見返りとしてキングデシェレト様の復活を約束すると。わかりません。一。え、どういう意味で。俺の忍耐がすり減った数だ。三つ数えたらお前を殺す。お待ちよ。嘘はついていません。本当に知らないんです。あれは彼が。二。彼が俺たちに毎晩お香であの人たちを誘い出すよう言ってきたんです。そして村を出たら決まった地点で引き渡す。そうすれば謎の人物が彼らを連れ去るって。本当です。全部本当なんです。どうか信じてください。もちろん他の二人に聞いてくださってもいい。確かに本音のようだ。旅人、続けていい。信じてください。もしそいつを知ってるならさっきの時点でとっくに話してました。こんなリスクを背負ってまで隠すつもりはもうとうありません。そいつはいつもマントを羽織っていて、顔も厳重に隠していて、それからキングデシェレト様の使者を名乗っていました。みんな、私に一つ推測がある。アンプおじさん、それはどのような。お見事。続けろ。その謎の人物、もしかすると強霊院のものかもしれない。昔強霊院の人がここに住むグラマパラたちを連れて行こうとしたことがあるんだ。その時は
グラマパラも村の一員であることを理由に断った。でも今思い出してみると、さっき出てきた謎の人物と目的が似ているんだ。そう言われてみれば、確かに教令員のやつが偽の情報を流し、過激派を騙してグラマパラを連れ出そうとしてるのかもな。自分勝手に人をこっちに送り込んで、また連れ戻そうだなんて、あいつらの好きにさせるもんかってんだ。また教令員か。やっぱりか。でもあいつらは一体何のためにグラマパラを連れて行こうとしてるんだ。教令員は昔から人を道具としてしか見ていない。動きにこういう変化があったのは、彼らに何らかの用途を見出したからだろうな。とにかく今はグラマパラたちを探し出すのが最優先だ。そうですね。イザークも知らせを待っているでしょうし。そろそろ行こう。村を出て手がかりを探すぞ。ああ、少し片付けをしてから出発しよう。よし。キャンディスは残ってこの過激派たちの処理をしてくれ。村の外のことは私たちに任せろ。はい、わかりました。じゃあ後でここに集合しようぜ。みんなが無事でいてくれることを願うよ。心配そうな顔だな。グラマパラたちのことを考えてるのか？ええ、できることなら直接探しに行きたい。私にとっては彼らも大切な仲間で、村の一員ですから。相変わらずここに強い貴族意識を持ってるんだな。私はダメだ。傭兵なんざどこ行っても野良犬と同じさ。そんなこと言わないでください、ディシア。あなただっていつでもここの一員になっていいんですよ。ありがとな。加わりたいと思った時にはきっと話すよ。教令員、一体何を企んでいる？ここに座って推理していただけだが、ずっと姿が見えないと思ってたら急にここで考え込んでるなんておかしすぎるだろう。今までどこにいたんだよ。おい、なんで無視するんだよ。聞く前に頭を使っていなかったようだから考える時間をやってるんだ。お前難しいんだよな。君たちは最初から最後まで俺が村から離れたなどとは聞いていないだろう。ならばおのずと村で調査をしていたのがわからないか。話を戻そう。君たちはアール村を離れて調査を続けたいと思っている。そうだな。おう、ここにいても
これ以上手がかりはなさそうだし、外に行った方がいいと思うんだ。なぜまた黙り込むんだよ。いや、君たちのもう一人の同行者に驚いたんだ。アルハイゼン、アール村に来てから何の役にも立たなかったお前が俺たちの行動を疑うのか。そうだそうだ、これが冷やかしってやつか。君たちが調査をしている間に俺も自分の仕事を終わらせていた。本当か？信じられないぜ。正直言って俺たちは一つの団体とは言えない。ゆえに俺の行動を君たちに伝える義務はないはずだ。さらに別れて動いたおかげで君たちが見逃した重要な手がかりを俺が発見できるという利点もあった。え？村に手がかりがあったのか？そうだ。どんな内容なんだ？これからある人に会わせに行く。だがその前に相手の立場について理解してもらう必要がある。立場？アール村の人々は俺たちが今やっていることをどのように感じていると思う？言葉を変えよう。君たちが調査で得た情報は果たして全て真実だったのだろうか？それってオイラたちを騙してる人がいるってことか？隠蔽イコール欺瞞というわけではない。ここの人々にもそれぞれ自分の立場があるんだ。キャンディスの言っていた通り、アール村の人々はスメールが誰によって掌握されるかなど気にしてはいない。キング・デシレトだろうが宗神だろうが彼らにとって何ら重要ではない。皆自らの災難の中に生きているんだ。だから彼らは全ての情報をさらけ出すようなことはしない。これこそ君たちが村に手がかりがないと思ってしまった要因だろう。気づいてくれたようで何よりだ。君と話をした者の中に情報を意図的に隠した者がいる。実際彼女は終始君たち外部の者の一挙一動に注意を向けていた。なぜなら安定した暮らしを送りたい者にとって外的要素は変数となりうるからだ。わあ、なんて迫力のある目力。あなたとっても喧嘩が強い系の人でしょ。話をそらすな。彼女はセノの身分と武力に恐れを抱いているように見えた。そうだったね。グラマー、いや驚学者か。わざと言い換えたのは村にキング・デシェレトの忠実な支持者がいることを知っているからだ。グラマパラに親しげな言い方をすれば過激派のターゲットにされやすくなる恐れがある。最後にあの人たちを見たのは5日くらい前だったかも。私寝るのが早くて夜のことはほとんど知らないんだよね。覚えているか？自分が夜の状況を知らないことを彼女はわざわざ強調しただろう。でもあの人たちのことは結構好きだよ。精神状態はちょっと変かもしれないけど、前に助けてくれたことがあるから。あの人たちがいなかったら私の家も崩れてたかもしれない。これについてはすでに村長に確認を取っているんだが、彼女の言ったグラマパラがアール村を守った件は深夜に発生したものだ。つまり彼女は当時眠ってなんかいなかった。でもどうして嘘なんかつく必要があるんだ？外部から来たものと関われば何かしら狙われる可能性が出てきてしまう。なぜそこまで気にするかについては本人に直接聞いた方が早いだろう。待て、俺は行かない。今の話からすると彼女は俺を恐れているようだ。だからお前に任せた。おう、任せとけ。
ザニさん、前に言っていた通り助っ人を連れてきた。アルハイゼンさん、あなたの立場はもう分かったよ。でもそちらのお友達さんは本当にあなたと同じ立場なの？あ、どういう意味だ？オイラたち立場を表明しなくちゃいけないのか？直接聞けば答えが返ってくるはずだ。さあ、彼女の信頼を勝ち取ってくれ。そんなに簡単に行くもんかよ。ねえ、旅人さんって呼んでもいい？旅人さん、こんにちは。一つ質問してもいいかな？あなたはキングデシェレトの復活がスメールに転機をもたらすと思う？どうして？あなたの意見はキャンディスさんとすごく似てるね。あなたたちが友達だってのは知ってるよ。だからこそ警戒はしても話をするのには同意したの。昔だったらこんな質問は怖くてとてもできなかったと思うよ。旅人さん、あなたはスメールでの私たちの生活が良くなると思う？そうだな。オイラたちは他の国から来たし、あんまり信じられないのも無理ないと思う。それどころか、どこの国の住民とも言えないしな。でも、オイラたちはいろんな場所でいろんな人にたくさん会って、守ろうと決めたもののために戦ってきたんだ。スメールにだってオイラたちの友達はいるんだぜ。それにオイラたちにはやりたいこともあるし、探したい人もいる。だからオイラとこいつはここに留まってるんだ。私、あなたたちの話を信じようと思う。ごめんね、尋問みたいな言い方しちゃって。正直、あなたたちが私のところに情報を聞きに来るとは思わなかったから、びっくりしちゃったの。アルハイゼンも、お前に事情があるって言ってたし、オイラたちもわかってる。だから謝る必要なんかないぞ。本当のことを言うと、私、実は、砂漠の民とそうじゃない人とのハーフなの。もしかしたらスメールじゃ一番歓迎されない部類の人間かもね。送信を信じる人もいれば、キングデシェレトを信じる人もいる。でも私はそのどちらでもない。だから両方の人々にとって私は余計な存在なんだ。そういえば過激派の奴ら、裏切り者が嫌いだって言ってたよな。もしかしてハーフも裏切り者に見なされちゃうのか？そうだよ。血統と信仰は時にとても窮屈な概念になる。私が何を言おうと、どんな態度を示そうと、別の意図があるみたいに思われちゃうの。それが積み重なって、やがて私は何も言わないようになった。聞こえないふりして、見ないふりして、ただ静かに暮らしていけばいいって。でもその後、不幸な出来事が起こった。こんな私を助けてくれたグラマパラが謎の失踪を遂げたのに、私このことを誰にも言えなかった。今日までは。彼らになら告げても構わないだろう。この二人なら秘密を守ってくれるはずだ。わかった。じゃあアルハイゼンさんに伝えたこと、あなたたちにも言うね。実は私の耳は普通の人よりも良くて、時々夜に変な鳴き声を聞いたりするんだ。うえ、おまけか。それもあるかも。私にもよくわからないけど、あれは確かに鳴き声だった。すごく遠くから聞こえて、でも強い感情を感じたの。前は鳴き声がすごくて頻度も多かったけど、あなたたちが村に来てからは声が小さくなって回数も減ったんだ。集中してやっとかすかに聞こえるくらいになったの。
それについては村の宿直にも確認した。彼らの中にも耳がいい者がいて、そのような声を聞いたことがあるらしい。だがここは砂漠だ。幽霊というより彼は獣の咆哮する声だと考えていたようだな。この近くで思い当たる場所はないけど、実は村からそう遠くない場所に病院があるの。あそこではマリン病の治療を行っていたようだ。すでに敗因となって何年か経っている。おう、今すぐ出発だ。若い世代の格差とも。失踪者を隠すには最適だな。も負けちゃいられないぜ。これか。うわ、入って確かめよう。急ぐ必要はない。シャニは夜に鳴き声を聞いたと言っていた。もう少し待とう。それまで少しばかり休む。こいつ当たり前のように座り込んだぞ。本まで開き始めた。何読んでるんだ。オイラにも見せてくれよ。いいだろう。あるべき場所と強制運動に相対する自然運動。
それぞれ向かう位置はすべて自然な傾向。どうしてそうぎこちなく読む？おいら諦めたぜ。ゆっくり読んでくれ。じゃあな。あいつって本当に余裕なんだな。こんなところであんな難しい本を読み始めるなんて。おい、おいらはお前のテイワットガイドだろ。すっごく博識なんだぞ。スメール人の読む本が難しすぎるんだ。おいらの問題じゃない。おいら寝ちゃいそうだぞ。お、何の音だ？来たか。あちらの方向からだ。音の出所はここなのか？でも何もないみたいだぞ。下だ。え？でも下には行けないぞ。どうやら仕掛けがあるようだな。やはり建物に隠された構造があった。うわあ、病院の下にもう一個病院が隠されてたみたいだな。まだ他にも解いてない仕掛けがあるみたいだから引き続き調べようぜ。
ーキのイカズチ。セーフ。下がれ、ほれ。よっ。よっ。あ、剣の盤石。逃げ道はあります。急ごう。よっ。行くぞ。まさか、こんなところで会えるとはな。知ってるのか？この人の名はラザック。俺の教令院での先輩だよ。こいつも学者だったのか。森でおかしな修行をする人たちと同じなのか？いや、そこが問題なんだ。ラザックは他の学者とは違い、一度も森で修行なんかしたことがないはずだ。ましてやサティアワダライフに達したこともない。原因はともかく、こいつが一人でここに現れたということは、俺たちは一歩遅かったということだ。相手はすでに人員を撤退させたらしい。ラザックについてはおそらく何らかの理由でここに残されたか、あるいは単純に間に合わなかったのだろう。
地面に引きずった痕跡があるな。門に近い場所ほど溝が深くなっている。つまり誰かが重い荷物の乗った荷車を力ずくで引っ張ったということだ。もしかして乗ってたのって人か？その可能性は否定できない。追いつかれることを恐れ急いで離れたのか、ラザックが置き去りにされていることにも気づかなかったのかもしれない。ああ、完全に噛み合った。彼そのものが証拠と言えるだろう。あ、それってどういう意味だ？以前オルモス港で見たことを思い出すといい。この状態になった人間をどこかで見たと思わないか？あ、そう言われてみると反応が全く同じだぞ。そうだ、朝礼員こそ全ての黒幕。奴らの行動ロジックを推測するのも難しくはない。当初教令員はキングデシェレト復活の偽情報を流し、グラマパラ、つまりアール村に追放された驚愕者が鍵を握る存在であることを強調した。このことは各地の過激派への刺激となった。そのうちアール村にいた者たちは直ちに行動を開始し、密かに驚愕者たちの身柄を教令員に渡す手助けをした。奴らがこのデマを流した理由、その一つはできる限り多くの過激派を動員するため。そしてもう一つはこの件のリスクを全てキング・デシェレトの信徒に負わせるため。キング・デシェレトが没してから多くの年月が経った今、砂漠の民はいい暮らしができていない。彼らの感情はまるで砂漠にある火薬箱のようで、起爆させるのは非常にたやすい。そしてこれらの感情的な人々を利用することは暴れ馬を野に放つことと同じ。これほど簡単なやり方はない。たとえ事故が起きても罪に問われるのはキング・デシェレトの信徒のみ。表面上はただの信仰問題が引き起こした問題であり、裏を覗き見ようとしたところで民族間のいさかいだとしか思えないだろう。誰も教令員がやったなどとは思わない。とてもシンプルな方法ではあるが、なるほど、確かに現在のスメールでは非常に効率的だ。そうだったのか、納得だ。それなら村長の推理とも合うぞ。でももう一つ大きな疑問があるんだ。学者たちをアール村に送り込んだのって教令員なんだろ？なんで今さら連れ戻すんだ？この過程において変化しているものがある。学者の身分だ。最初は学者、次に強者、さらには追放者となり、最後は失踪者となる。追放された驚愕者は人間であることに変わりないが、失踪者となると難しい話になる。特定の人物を見つけられない場合、その人の身に何が起こったのかを判断することもできない。言い換えれば失踪者は理想的な資源になりうるんだ。資源？あいつらに何か使い道があるのか？一つの可能性として失踪者の頭脳は缶詰知識の抽出に使われるのかもしれない。え？あれって人の脳みそから抽出したものだったのか？スメール教令員の技術なら可能だ。もしかするとこれが原因で彼らは苦痛を感じ、夜中に誰もいない場所で泣いていたのかもしれないな。人の脳みそ、考えたくない、すごく怖いの。
俺はこれでも強霊院の書記官だ。そういった研究プロジェクトにも立ち会ったことがある。とにかくラザックの症状は神の缶詰知識を抽出する過程で何らかのエラーが起こった結果のものかもしれない。または彼自身が好奇心に駆られてあれらの知識を使ったかだ。オイラ分からなくなってきた。どんな奴の脳みそでもいいのか。その表情からして思いついたようだな。いかにも一部の学者にとって神の知識に触れることは生涯の目標だ。缶詰知識の抽出はその過激な手段の一つに過ぎない。俺が知りたいのは神に関する知識が一体何をもたらすのかだ。教霊院がいかなる代償を払ってでも追い求めようとしている禁忌とも呼べるそれは最終的に何に使われる。俺も神の缶詰知識の内容分析にはかなりの労力を費やしたが大きな収穫は得られなかった。どうやら俺は奴らと思考がだいぶ違っているらしい。アルハイゼン、お前はその禁忌を手に入れたいとは思わないのか。学者なら誰でも知識の限界を追求しようとするのは当然のこと。しかしあいにく俺は元から神には興味がないんだ。熱狂的な態度を示すことはどうしたってできない。人を命なき者のように扱い知識を搾取する。これが奴らの言う学術の進展なら教霊院はいっそのこと閉鎖した方がマシだろうな。お前はこのことにすごく反対してるみたいだな。当然だ。これは俺の規則に対する認知に反している。学術、知識、その全てには境界線がある。これを超えると全てを動かす規則や秩序は破壊されてしまう。これは本にある誤字と同じで正さなければならないことだ。待てよ、お前はあの人たちがかわいそうだから助けるんじゃないのか。悪いがそれほど俺は暇じゃない。かわいそうな人間ならスメールには5万といる。ましてやテイワット規模で考えればそれはさらに増え、とてつもない数になる。その全てを助けるつもりか。それは無理だな。おいらにもわからない。そう思ってくれていい。簡潔に言えば俺は力や英雄主義を盲信していない。ただしたいことをするだけだ。神の缶詰知識は確かに俺が徹底的に調べたい問題だ。だからといって見ず知らずの者の利益のために行動するつもりもない。さっきから言いたかったんだけど、教霊院にいっぱいいる悪い奴らとお前は違うぞ。お前は教霊院の変人だ。そうかもしれないな。だが人と違っているというこの感覚は嫌いじゃない。特別であることもある種の財産だと思わないか。なんだかすごく前向きなんだな。ちょっと感心したぞ。シャニもお前みたいだったらあんなにビクビク生きなくて済んだかもな。ただ俺の気質が彼女よりも優れていただけだ。お前が気にする必要はない。ここに残せばそれこそ行く先は死のみだ。連れて行こう。まずはアール村に戻り次の計画を立てるんだ。